どうも、岩田です。今回は3ヶ月で470点から825点に上げた1日を再現していきたいと思います。着替えも済んだので朝ごはんを食べます。いつも食べながら昨日の復習をしてました。勉強しながら間違えたものにチェックをつけておいて、次の日の朝に確認をするというのがルーティーンでした。勉強したことが定着するまで定期的に復習することを大切にしてます。はい、では早速単語暗記をしていきます。ここで一番大切にしていたのが反復です。テストまでに3周しようと決めて、そこから逆算をして1日に覚える個数を決めてました。単語暗記のゴールは単語を見た瞬間に意味が思い浮かぶことなので、1秒以内に意味が思い浮かばないものはこんな風に付箋に書いて、はい、こんな感じです。で、机の周りに貼ってました。毎日目にするので、勉強嫌いの私も自然と覚えられた方法です。はい、では2時間で模試を解いていきます。まずリスニングですね。初心者の頃はリスニング中心の勉強を行ってました。比率で言うと6対4ぐらいです。でも、リスニングって中高で経験ないからこそ解くの難しいなって思っちゃうじゃないですか。でも、みんな経験ないからこそ求めてくるレベルってそんなに高くないんですよ。平均点見てもらうと、リーディングよりリスニングの方が圧倒的に高いように、リスニングの方がめっちゃ上げやすいんですよ。なので、リスニング中心の勉強をしようって戦略を立てた結果、495点中490点まで上がったのでおすすめです。解くときに意識していたのが、リスニングは一度で正確に聞き取れるようになるためにはどうすればいいか、リーディングは時間内に正確に解けるようになるにはどうすればいいかっていうのを考えて、例えばパート5の文法を解くスピードを早めてみたり、パートの解く順番を考えてみたりしてました。はい、じゃあ待ちに待った昼休憩です。ここでがっつり食べるのはちょっと恥ずかしかったので、ヨーグルトにしました。食べながら自分の好きな本を読みながら、その間もずっとリスニングを聞き流してます。聞き流すって言っても本当に聞き流すわけじゃなくて、聞いて何を言ってるかなっていうのを常に意識することをポイントとしてました。はい、では昼からは今さっき解いた模試の直しを行っていきます。まずリスニングでは一番重要になるのが、今聞き取れない音を聞き取れるようになることなので、解けなかった問題だったり何言ってるか理解できなかった問題を中心に、理解できるまで何度も何度も音声を流して書き取っていきます。はい、これが書き取ったノートになります。はい、リーディングは全体で難易度が高いので、短期で点数を上げやすい、特にパート5に力を入れてました。流れは解いて、間違えたなら文法書に戻って復習をするという弱点強化のスタイルで行ってます。はい、休憩です。疲れたのでストレッチをしながらリスニングを聞いてます。もう勉強したくないなーって思う頃なんですけど、まあもう少し勉強するためにやる気の出る言葉をノートに書いて眺めてました。ノートはこんな感じです。テスト前日に勉強やっとけばよかったって後悔したくないとか、逃げる自分でいいのっていう、まあ、自分の戒めのノートをね、作ってました。はい、次は勉強法を勉強していきます。どういうことかっていうと、TOEIC 初心者の頃は、写真問題どこ見ればいいかとか、パート3、4の先読みの仕方とか解き方がわからないので、それが書いてある参考書を読み込んでいきます。これがその参考書になります。パートごとの解き方や品質単語や文法をまとめてあるので、とってもおすすめです。はい、お風呂に入っていきます。まあ、その間もリスニングをずっと聞いてました。リスニングは勉強机がなくても対策できるので、隙間時間はすべてリスニングを聞いてました。はい、ではラストスパート、弱点強化をしていきます。今解けない問題はこれから解けるようになる伸びしろなので、ここを強化することが一番重要だと思って力を入れてました。最後に今日一日の振り返りをしていきます。ここでは勉強していく中での気づきを書きます。例えばパート5がちょっと苦手かもって思ったなら、それをノートに記録しておいて、今後の勉強計画を立てる上で参考にしていきます。はい、こんな感じでノートに記録してます。はい、ということで今日一日終了です。この動画が少しでも皆さんのお役に立てると嬉しいです。